く、長崎空港に着きました。長崎空港に到着、初めてタイバームクーヘンが、降り立ちました。今から降ります。がありましたんで、日産レンタカー、はい、じゃあちょっと切ります。はい、ではですね、今から、日産レンタカーなんですけども、ちょっと一回ですね、送迎の、車がですねもう出ちゃったみたいなんで、次の送迎車でちょっと向かうような感じになります。ちょっとじゃあ外出ます。ちょっとまっすぐ歩いていきますか。ちょっと予想より時間かかっちゃうところですね。今日本当あれだな、隣のおっさんが肘がをなんかすごいゲームやって当ててきたから、ちょっとなんか乗り心地やばかったな。本当気を使わない人いるからな、本当マジで。で乗ってる時ね、気を使わないやついるんだよ本当。日産レンタカー、レントアカー。レンタカー、駐車場、送迎待合室っていうのがそこにあるんで、そこでちょっと待ちたいと思います。ありがとうございます。島原城って車でどれぐらいかかりますかね。島原城って どれぐらい車でかかりますかね。ちょっと2時間ほどかかる。2時間ぐらいですかね。これはどうですか。あ、ちょっと、はい。島原城だと、そうですね、まあ、高速使ってもあまり意味がないんですよね。あ、そうですよ。あ、山越えでブルート、3000越えて山越えでブルートと海岸線としてここでやるんですけど、はい、燃費がいいのは海岸線で行くんですね。ああ、時間かもしれないですけど、はい。
のなんか温泉卵っていうところ、ああ地獄ですね、はい、そこも行こうかなと思いました。じゃあ、 あの小浜っていうところから、はい、左で上にずっと山に入っていって、はい、文字に行かれて、それからずっと降りていくと、はい、ところに着きます。ああ、先じゃあそっちの温泉の方が近いですか。そうですね、これが、はい、この辺がちょうど雲仙なんですよ、はい、この辺が雲仙です、はい、で島原城この辺なんですよ。ああ、お客さんは多分こう行かれて、こう行った方が山を越えてですね。ああ、じゃあそっちの初めにそっちの雲仙の温泉の方行って、そうですね、の方が近いですね、ルートとしては。そうですね、ずっとこう行ってこっからこう登っていって、はい、島原の方に越えたんですね。ああ、ありがとうございます。佐世保の方も行こうと思ったんですけど、ちょっと時間がちょっと厳しいかなと思って、ちょっとやめときました。